テルホバー村のヤーノシーク像ヤーノシークの出生地と伝えられるテルホバー村ヤーノシーク地集落由来ヤーノシークは17世紀終わりから18世紀初めにかけて実在した現在のスロバキアとポーランドにまたがるたトラ山脈一帯に住んでいるグラル人と呼ばれる集団出身の盗賊スロバキアとポーランドでは権力者や金持ちから金品を強奪し庶民に それらを配った伝説的貴族として知られている。後に、これらの地域に隣接するチェコやハンガリーなどにも伝えられ有名となった。ライアーのシークは、ハンガリー王国領であった、当時の上、ハンガリー地方に住んでいたグラル人で、出身地は、現在のスロバキア共和国、ジリナ県のホルネー・ポバジエ地方テルホバー村であり、現代では、スロバキア人とみなされている。 現在のスロバキアでは民族の英雄として位置づけられ、ポーランドでもタトラの英雄としてよく知られている。1688年5月16日に洗礼式をした記録が残されており、出生日は1688年1月25日が定説となっている。父マルチン・ヤーノ・シークと母アンナ・ツェスネコバーの間に生まれ、ヤーン・マルチン。 アダムの兄弟と妹バルバラの5人兄弟の家庭だったと伝えられている。ヤーのシークの活動時期はハプスブルク家支配に反旗を翻したハンガリーのラーコーチフェレンツの解放戦争と重なっていた。ヤーのシークは解放戦争が始まると反乱軍に参加し1708年のトレンチインの戦いで反乱軍が敗走すると一旦帰郷し農業に従事するが間もなく 皇帝軍に入隊し、凶悪犯罪者を収監していた、ポバジエ地方のビトチャ城の中流部隊に配属された。ここで、ヤーのシークは服役していたカルパチア盗賊団の首領、トマーシュー・ホルチークと知り合った。ヤーのシークは、ウホルチークの逃亡を手伝った後、自分も部隊から脱走して、ウホルチークの盗賊団に合流し、盗賊として活動するようになった。 1711年、トマーシュー・ホル・チークは、マルチン・ムラと名を変えて、盗賊団を引退。ゲメル地方クレノベ別村に今日構えて、牧羊や布織物の生産を営み、村の治安判事も務めた。後継狩猟となったヤーのシークは、ウホル・チークの支援の下、ポーランドとハンガリーを結ぶ街道が通る、現在のジリナ県やトレンチーン県の山間地帯で、 主に商人や行為聖職者、郵便、通りがかりの金持ちを標的に、盗賊行為を行った。伝説とは異なり、実際には自分たちの利益を主目的に金品を強奪していたものの、一方で強奪した小間物を、しばしば近隣の村の若い女性に配ったほか、立府東地方の副大官など地元の有力者にも、分け前を与えていた。有力者たちは見返りに、 ヤーのシークが摘発されそうになると、アリバイ証言をするなどして、たびたびヤーのシークを、窮地から助けた。1712年に逮捕され拷問を受けた仲間の、供述がきっかけで、1713年春、ヤーの、審理は1713年3月16日から17日に、かけて実施され、ヤーのシークの生涯に関する後の出典のほとんどは、この時の審理記録に基づいている。 真理における拷問でもヤーのシークは罪を認めなかったが、供述を拒んだことが有罪の証拠とされて、針から吊り下げる死刑が宣告され、真理の翌日3月18日に処刑されたとされている。しかし実際にはヤーのシークは殺害事件に全く関与していなかったとみられている。ヤーのシークと共に逮捕されたウフォル・チークも拷問を受け、 来月か小鳥な地方地中間に村にあったヤーのシークの隠れ家や出身地のテルホバー村に隠していた兵士300人分の服や武器、資金のありかを供述した。この頃解放戦争を率いたラーコーチフェレンツ2世はポーランドに亡命しており、かつてヤーのシークが所属していた反乱軍の大佐ビリアム・ウィン・クレルとヤーのシークが接触していたことからヤーのシークが ハンハップスブルク家の武装放棄を行う準備をしていた可能性が指摘されている。結局、ヤーのシーク処刑の1ヶ月後にウフォル・チークも処刑された。刑の執行から70年余り後の1785年には、優れた規律で皆に等しい伝道者であった往年の盗賊狩領、ヤーのシークとして、ヤーのシークを伝説化して紹介した文献が残っている。以来、 民族文化運動の流星に伴い、19世紀から20世紀にかけてヤーの飼育を描いた文学、絵画、オペラ、バレエ作品などが数多く発表されているほか、20世紀以降、テレビドラマや映画作品としても繰り返し制作されている。2010年には地元ジリナ県やトレンチイン県のスロバキア国鉄線に配備された。 鉄道企業大スロバキアの新型電車の愛称にも選ばれた。ありがとうございます。